ハロー、ニメンハロー、こんにちは、シャンメイです。本日はゼノンザード第12回配信を撮っていきたいと思います。そろそろ昇格戦が来るんじゃないかと思って。よいしょ。あ、間違えた。いやあ、君か。俺今ちょっと忙しいんだよね。ちょっと今日はランクマッチと、オフィシャル AI さん。やっていきたいかと思います。どっちが先がいいかな。とりあえずランクマッチを。じゃあ行きます。対戦相手を検索するよ。さあ幕が開くよ。あ、でも昇格戦はちゃんと昇格戦って書いてくれるからもうちょい先なのかな。ではよろしくお願いします。大丈夫、俺が見てるからね。正々堂々戦おう。我らが舞台、とくとご覧あれ。全部？いや、待って、これくらい、いや、悩むね。こうじゃない？決まりだね。微妙。の幕は開かない。後戻りはできないよ。マナーをセットするね。ミニオン召喚。ターンエンドだ。歌えや踊れ。このカードをベースに配置するのは、はーい。こいつを舞台に上げてみようよ。ミニオン召喚。このカードを選択するのはどうだい？このミニオンをベースへ移動させてはどうだい？あ、ターンエンドでいいんじゃないかな。ターンエンドだね。勝負これからだ。マナをセットするね。頼んだよ。行くよ。ペイチュー、良いターンエンドだ。歌えや踊れ。無色マナを配置するのはどう。マナをセット、こいつを舞台に上げてみようよ。あ、4まだ出せないや。こうかな。ミニオン召喚。このミニオンをベースへ移動させてはどうだい？これせめてなんか一回殴った方がよくない？どっち行く？誰にしようか。このミニオンをベースへ。ターンエンドで。ターンエンドだね。私のターンだ。マナをセットするね。ミニオン召喚。行くよ。パスしてもいいんじゃないかい？命中。ミニオン召喚。行くよ。パスしてもいいんじゃないかい？させないよ。優位していくよ。パスしてもいいんじゃないかい？それは困るかな。一緒だったな。さっきやっときゃよかったかな。マジックが困るんだよね。しまったな。こんなものかな。いいんじゃない？こいつを舞台に上げてみようよ。
待ってよ。君の立ち位置はここだよ。このミニオンをベースへ移動させてはどうだい？あ、それでこれを出すのか。こいつを舞台に上げてみようよ。君の立ち位置はここだよ。このミニオンを選択するのは打ち取ったり、このフォースにアタックしちゃおっか。誰にしようか。行くよ。メガホン。面白く。ここからだよ。アンエンドでいいんじゃないかな。悔いはないかい？私たちのターンだね。マナをセットするね。いけー。行くよ。メイチュー。フィールドへ移動だ。行くよ。メイチュー。ターンエンドだ。マジックカードが出ないんだが。舞台に上げてみようよ。おいでなすったね。こっちを選択してみようか。打ち取ったり。フィールドに移動する。アンエンドでいいんじゃないかな。お願いします。行くよ。せい。なるほどね。してもいいんじゃないかい。メイチュー。ターンエンドだ。あ、きついな。こんなものかな。こいつを舞台に上げてみようよ。おなじみの。さあさあ、お立ち合い。このミニオンをこの子出し合いになると面白いよね。ちょっと、たけしになれそうだね。ライフにアタックしちゃおっか。誰にしようか。マジック発動。戦況は有利になった。このマナをフィールドへ移動させてはどうだい。するね。ライフにアタックしちゃおっか。誰にしようか。こいつを舞台に上げてみようよ。こっち？ファイアビートの方が良くない？あ、でも決定打の時に出した方がいいのかな。もうすごい悩むんだよね。でも防御ならこっちか。多分守らせるんでしょ。ですよね。一回殴っと。誰にしようか。行きだね。勝負はこれからだ。マナをセットするね。ミニオン召喚。行くよ。パスしてもいいんじゃない。させないよ。ミニオン召喚。ああ。行くよ。このミニオンにブロックしてもらおうよ。大丈夫？させないでね。このマジックなら盛り上がるかな。ま、邪魔だから。仕掛けもございません。このミニオンを選択するのはどう。打ち取ったり。ライフにアタックしちゃおっか。この辺から言っといた方がよくない。マジック何があるか誰にわかんないし。マジック発動。打ち取った。ライフにアタックしちゃおっか。たまに
謎の行動を取るよね。誰にしようか、ライフにアタックしちゃおっか。まあ誰でもいいんだけど、誰にしようか。いいね。ねえ、お疲れ様です。お後がよろしいようで。あ、ここで止められるんだね。なるほどなるほど。大儀であった。あ、やっぱ途中手が悪かったんだ。あとで。ではちょっとこのままもう一戦してちょっと昇格戦に挑んでみたいと思います。あ、大丈夫かな。対戦相手を検索するよ。幕が開くよ。なんかね、いつも思うんだけどね、ちょっと昇格戦って難しくない？一回は負けるようにできてない？あーし、ちょっと待ってよ。シャーロットちゃんちょっと苦手なんだよな。前にボロ負けした記憶が。僕の調査能力と推理力を。我らが舞台、とくとご覧あれ。でも2は残しとこうか。決まりだね。うん。舞台の幕は開かれ、後戻りはできないよ。マナを配置するね。さあ、来たまえ。ターンエンドだ。歌えや踊れ。無色マナを配置する。マナをせ。ターンエンドでいいんじゃないか。ターンエンドだね。僕のターン。マナを配置するね。ミニオン召喚。再生。ターンエンドだ。歌えや踊れ。このカードをベースに配置するのはど。はーい、こいつを舞台に上げてみようよ。え、ファイアービートルで？もったいなくない？こっちじゃない？君の立ち位置はここだよ。このフォースにアタックしちゃおう。フォースの効果何？こっちは。これ意味がよく分かんないんだけど、相手のターン中、自分のコスト5位かな、ミニオンも相手のヒルスにミニオンの効果で。なんか破壊とかが、出した時の破壊とかができないってこと？じゃあこっちにしよう。誰にしようか。ちょっと何するの。このミニオンをベースへ。ベースできることがないから悔いはないかい。この調子で行こう。これでよしっと。体勢をミニオン召喚。ちょっと我慢してね。パスしてもいいんじゃないかい。そうね。外さないよ。ターンエンドだ。ま、こんなものかな。このマナをフィールドへ移動させてはどうだい。フィールドに移動するね。こいつを舞台に上げてみようよ。待って、ああなるほど。ミニオン召喚。ダメだよ、油断しちゃ。誰にしようか。ライフにアタックしちゃおっか。誰にしようか。できることがないからターンエンドだね。あ、でもどうしようか。
一回下げといた方がよくない？メガトンハムは使えないじゃん。一回下げ、あ、下げれないんだ。あー、バカバカ、やらかした。いつまで言うて、やらかした。この調子で行こう。これでよしっと、ミニオン召喚。でちょっと我慢してね。パスしてもいいんじゃない？はい。外さないよ。あー、バカ。俺を退屈させないでね。マナをセット。こいつを舞台に上げてみようよ。うん。君の立ち位置はここだよ。ダメだよ。油断しちゃう。誰にしようか。マジック発動。はいはい、邪魔だよ。偉人になった。このミニオンをベースへ移動させてはどうだい？ベース、こいつを舞台に上げてみようよ。そっち？あ、そっか、まあ、一撃は殴れる。ミニオン召喚。ダメだよ。油断して、誰に打ち取っ、できることがないから粋だね。僕のターン。マナを配置するね。フィールドに移動させよう。ちょっと我慢してね。このマジックですよね。はい。種も仕掛けもございません。このミニオンを選択する。なかなかやるな。さあ、来たまえ。なんか来た。協力してもらうよ。わあ、強いの来た。アンエンドだ。俺は退屈させないでね。マナをセット。こいつを舞台に上げてみようよ。まずこれで。君の立ち位置はここだよ。このミニオンを選択するのはどうだい？このミニオンをベースへ移動させてはどうだい？で、こいつを舞台に上げてみようよ。で、攻撃力が500以上になるからライフにアタックしようか。誰にしようか。危ない危ない。滑稽だね。誰にしようか。このフォースにアタックしちゃおっか。いや、こっちかな、行くなら。誰にしようか。ちょっと何するの。できることがないから粋だね。この調子で行こう。マナを配置するね。マジック発動。ああ、悪く思うきつい。フィールドに移動させよう。ターンエンドだ。俺を退屈させないでね。マナをセット。このマジックなら盛り上がるかな。今？It's showtime。どれを下げる？このミニオンを選択するのはどうだ？ちょっと何するの？このマジックなら盛り上がるかな。で、It's showtime。このミニオンを選択する。2体削って。なかなかやるな。ライフにアタックしちゃおっか。どっちでもいいから、デストさせて。あ、もう防御してこないんだ。あ、じゃあ昇格でき？ま？したよね。やったー！やったー！これにて一件落着。あれ、敗北したんだ。お後がよろしいようで。では、シルバーになりました。
君もそろそろ俺の舞台に立てそうかな。大義であった。これが今回の戦績だよ。これって疑問に思うのが、バディさんのなんか敗北したデータとかも、その反映しちゃって大丈夫？俺を知らないやつなんてこの世にいないさ。なんか負けたデータは反映しない方がいいのかな。なんかその辺がよくわかんないんだけど。それとも負けを反省して。今日はどんな一日だった？負けを反省して改善してくれるのかな。そこがちょっとよくわからないなと思って。というわけで、ちょっと第12回配信はここまでにしたいと思います。ではご覧いただきありがとうございました。ではまた第13回配信でお会いしましょう。失礼します。